はい、冒頭から疲れておりますが、皆さんこんにちは。今回はですね、久しぶりにハウトゥー観葉植物やろうと思うんですけど、ちょっと今日リゾート感のあるお仕事ね、かなりいい感じにできたので、皆さんにねちょっとそっちの方を見ていただいた後にハウトゥー観葉植物である植物の紹介をしようと思います。ではどうぞ。こちらはですね、僕の地元バリフリゾート温泉の高山リゾート温泉というところなんですけど、これね、お庭僕全部作ったんですよ。そして今回ですね、家族風呂たくさんあるんですけど、家族風呂の一部をね改装して、中庭をですね潰してテラスにしたので、そこに植物を置いてちょっとね呼吸感を出したいというご依頼があったので、朝一で設置に伺おうと思います。はい、こんな感じでね、いい感じでしょう。こっち大浴場で、奥の方はね特設室とか家族風呂がたくさんあります。でこちらが今回ご依頼された家族風呂なんですけど、まだね工事途中ですが、この椅子の両サイドにね植物を設置したいということで、ビフォーアフターやりたいと思います。えい、どうです、オーガスタとケンチェヤシーなんですけど、やっぱりねリゾート感とかバリ風イメージするときにはこのオーガスタめちゃくちゃ合いますよね。そして当たり前なんですけど、ヤシの木、他にもいろいろねお部屋できるみたいなんで、その都度バージョン変えてやっていこうと思います。隣の部屋にもね置く予定だったんだけど、まだ改装中なんで通路に置いてみました。これだけでもいいよね。はい、ということで今回はね高山リゾート温泉、このヤシの木なんかもね僕植えたんですよ。では引き続きハウトゥー観葉植物お楽しみください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱり植物の力ってすごいでしょう。ちょっとね設置するだけで雰囲気ガラッと変わります。最近はねいろんなお仕事を受けるので、植物たちまあたくさんあるんですけど、こんな感じで仕入れもねたくさんしてきています。結局ですね、自分たちで育てるという方法をですね選ばれるところ多いんですけど、まあ、今回置いたところもですねやっぱ無理なんですよね。自分たちで育てるって仕事忙しいしね、先生たちとか従業員さんとかスタッフの手も取るので、植物にかまっている時間っていうのはねなかなか難しいので、僕たちにお任せした方がですね一番楽で綺麗な状態をね提供できますよ。こういう風に伝えたらね皆さんレンタルしてくれます。はい、ということでこんな感じでね、植物たち余っちゃったわけじゃないですけど、またね活躍この子たちもしてくれますけど、ちょっと見ますかね。なんかいい植物たちがこう入ってきてたんで、シンゴニウムいいですよね、この赤の、まあ相変わらず名前わからないんですけど、こっちちょっとねこう斑が入ってるんですよ。でシンゴニウムもこっちもシンゴニウムですよね、いろいろありますんで、オーソドックスなシンゴニウムだけだと寂しいですけど、こういう風なねシンゴニウム入れてあげるとねとてもね、おしゃれになります。こうこの組み合わせ良くないですか。僕結構これ好きでですね、ね谷渡りとねシンゴニウムとチョコレートシンゴとですね、このカラテアのねこの子もね名前ちょっとわからないんですけど、とてもいい、うん、お花が咲いています。お花が咲いていますよ。はい、じゃあせっかくなんでこの子をちょっと紹介しますか。カラテアちゃん、カラテアカラテアって言ってますけど、これねマランタですね。マランタレウコネウラ、すごいでしょ、名前思い出しました。まあカラテアと同じクズウコン科の植物なので、育て方はですねカラテアとほぼ一緒だと思っていいです。これね皆さんいろいろですね、育て方はオーソドックスなやつはですね皆さんもう SNS で見てください。僕はですね僕なりのですね、僕がこのレンタル先でこの子たち貸し出して上手に育った傷んだこの
知識をもとにですね、今からちょっとおしゃべりしたいと思います。このマランタちゃん、ね、さっきも言いましたけど、空手屋とね、ほぼ同じだと思っていいです。ただね、これ、空手屋より茎、これ伸びるの早いんで、タラーンとね、垂れてくることもあります。そしてこの節ですね、節でカットしてあげると、結構、水耕栽培とかでもですね、育てることができるので、あまりね、長くなって、タランとなってきたら、カットしてもいいと思います。そして、水はね、結構吸います。ね、水結構吸うんですよ。だからこうシャキンと今してるでしょ。こういう状態してあげてくださいね。水は吸うので、下にはね、水溜めて大丈夫です。ただ、やはりね、群れはね、嫌いなので、風通しがいいところにね、置いてあげるといいんじゃないかなと。思います。群れると、ね、この真ん中からですね、スコンスコンスコンと抜けてくるので、群れは注意してあげてください。そして、そしてですね、寒さはやはり、厳しいです。寒いのにはね、苦手なんで、冬場はですね、暖かいお部屋に置いてあげる。しかし、暖かいお部屋に置いてあげたら、乾燥しますので、お水はしっかりあげる。風を通す。ここは夏も冬もね、変わらないところです。そしてですね、耐陰性。これ、ここにストロマンテちゃんもありますけど、ね、これだけ色鮮やか、ちょっとエキゾチック系の植物なんで、日陰苦手だと思いがちなんですが、割とね、いける。これが僕のですね、レンタルしている時の、皆さんの普通のですね、SNS で解説してやることと違うことだと思います。結構ですね、暗いところ、まあスナックとかラウンジとかですね、夜しか電気がつかなくて、昼間真っ暗闇になっているところ、置いてますけど、割とね、元気に育っているというか、1ヶ月ぐらいだったらですね、普通にこのままいます。ね、もちろん枯れ葉は出たりすることあるんですけど、そんなね、悪くなるってことはないので、割とね、耐陰性はね、強いんだと思います。だから日陰とかですね、置いてもね、大丈夫です。そういう場合はですね、やはりお水の量は、変えてあげないといけませんから、そこはですね、皆さんの、観察力でカバーしてあげてください。はい。でね、これ今こう上の方にこう、縁の方、ね、こういう風になってるじゃないですか。これ下の方にですね、深く埋めすぎると、やはりさっき言ったように湿度がですね関係してきてすこすこ抜けるので植え替えなんかしてあげるときはですね結構こう鉢の上ですね上の方に植え込んであげるといいと思います。で根っこが下にしっかり伸びていく。で鉢カバーに入れる場合もですねこのちょっと置きますね、ここのですねこの辺ぐらいまでね見えるかな、この辺ぐらいまでですね、鉢カバーに入るような感じになると、やはりね、ここ蒸れるんで、何かいいのがあるかな。あ、こんな感じでいいかな。いいのありましたね。こういう風なね、鉢カバー。ね。ちょっと狭いからね、あれですけど。こんな感じ。こう。ね。あ、これギリギリですね。まあ、これだとギリギリいい感じかな。いい感じ。うん。ちょっと、この深さでもですね、2センチぐらい沈んでるのかな、蒸れる可能性があるのでよかったらですねもう一回りですね、鉢がねやはりこの鉢がですねこのギリギリぐらいの高さですね、こういう風にしてあげるとねいいんじゃないかなと思います。まあこれでもギリギリねいいんですけど、ここにあるまあねこう雰囲気が変わりますよね。あ、これでもね結構いい感じ、ほら見て、はいね、まあ、このぐらいですね、このぐらい若干かな、うん、でもこのぐらいの鉢のね、高さにしてあげるといいです。これが深くね入りすぎると蒸れちゃうんでね、ちょっとすこすこね腐って抜けやすくなるんじゃないかなと思います。うん、面白いでしょこれ、鉢でさ、これね、そしてごめんなさいね、ちょっとねざっとしたところでやっているんでね、これね雰囲気やっぱ変わりますよね、黒と白に入れただけでも、
やっぱ丸のタイプ、かわいい。ほら。ね、いい感じ。はい。こんな感じの、マランタ、マコヤナ。もうね、ダメですね。すいません、皆さん。チョンボしてですね、一回区切って、ネットで検索して言ってるからですね、忘れちゃいました。レウコネ裏。よし、覚えたぞ。ね。マコヤナ、レウコネ裏。ね。ほぼ、皆さん、性質はですね、変わらないと思いますので、これ参考にされて育てられてみてください。まあ、マランタにしてもですね、マコヤナにしても、カラテヤにしても、クズウコン科の植物、非常に色鮮やかだったり、エキゾチックなね、葉っぱの模様をしている植物たちです。ね、一つあるだけで非常にオシャレです。この中にあるだけでもいいでしょ。そして、ここ今、皆さん、この組み合わせ非常にいいと思います。育てやすい、育てやすい、育てやすい、全部育てやすいんで、皆さん、セットにして置いてみると非常にいいですよ。また、今度ね、いろんな植物紹介したいと思います。それでは今回こんなところで、バイバイ。